健在式チャンネルです。今回はなんとすごいゲストに来てもらいました。さあどなたでしょうか。日光温泉のタミーちゃんに来てもらいました。どういういきさつで来てもらうことになったのかっていうのをたけちゃんに言ってもらいますので、ちょっとそちらをお聞きください。はい、今回はゲスト出演ということで来ていただき本当にありがとうございました。日光温泉のタミーさんをお呼びしたいきさつをちょっと軽くお話しさせていただきます。6月12日に千葉昇進館で医療従事者の方の、行事がありまして、そこで、パネルトークっていうんですかね、4人の方がいろいろ発表してくださって、その時にとても皆さん医療の現場で伝道されたりとか治療されたりとか、そういう方たちのお話を聞いていて、仏性を拝み倒す、仏性を見てその方を治療するっていう尊いお仕事を現在なさってるっていう方のお話を聞いて、とってもなんか感動させていただいたんですね。でやっぱりそこに参加されてた方々が本当に仏性っていうものをね、すごくこう見つめたいっていう思いが伝わってきて、ぜひそれをこのチャンネルを通して皆様にその仏性っていうところをね、もう一度目覚め、自分もそうですし、仏性っていう言葉からくるその仏の思いを感じていただければと思ってお呼びしました。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、日光の温泉からやってきましたタミーと申します。私は今、潜在意識カウンセラーということで、あとは今ご紹介いただきましたように、その方の内在している仏性、仏に作っていただいたピュアで美しい仏性に、向き合って、その方のもともと持っている長所だとか、はい、輝きだとか、そういったものも先にこちらで拝み出して見てしまう。でそこにご自身でたどっていかれることによって、あ、自分は本当に仏に作られて仏に愛されてるっていうことを一緒に感じながら祝福し合うっていうのを目指して、今は、心理介護士もさせていただいています。はい、で、子供は4人おります。子供も、小さい頃から少女の研修とか、少女に宿泊すると朝瞑想っていう自然浄っていうのがあるんですけど、そういったものを経験することによって、精神統一とか数を数えて数息間で深呼吸をするとか、あとはシコレートの対話っていうような経験から、やっぱり自分自身の本質と向き合う、何か悩みがあった時は、私は母ですけど、私が答えるというよりかは自分の中にたどっていくといいと思って、精舎に行って自分と向き合う時間をとって、自分で道を決めるっていうような、子育てをしてきました。私は小学校の2年生にちょっと大きな経験を2つぐらいしていまして、でそれをきっかけにして、その物事の見方とか自分の人生とか、あとは周りのお隣の人たちってそれをなんかもうすでに知って生きてるのかなっていうような、こう価値観の変換みたいな出来事が2つあったんですね。で一番最初は、すっごく高熱が出て、もう、自分が横たわっているのを臨死体験して、布団の上で寝ている自分を天井から見ている。で、ああ楽になったって、あんなもう辛い体に戻りたくないなって思ったら、なんとヒューッとあっという間に美しい三途の川のような世界に一人立っているのに気がついて、まあ、小学校2年生の少女ですから、とにかく「あ綺麗だな楽しそうここっていいなずっといたいな」って、思ったんですが、誰もいなかったはずなのに突然こうひげを蓄えた男性が現れて、知らない方ではあったと思うんですけど全然恐怖心もなくて「あなたはねここに長くまだいない方がいいんだよ」で「あなたには使命があるから、体に戻りなさい」って「まだ人生があるからね」って、言われて、はあそうなんだと思って、で使命なんて言葉も小学校2年生の、私には分からず、体に手をつないでヒューッと歩いてたら戻って体に入ってっていう経験があります。でそこから、電車に乗らないと図書館がなかったんですけど、もう毎週土曜日日曜日は図書館に行ってきますって言って母に言って、もう調べ物です。自分の知りたいリストっていうのを書いておいて、で知りたいことは使命は何なのか、使命ってみんな大人はもう知っていて生きてるなんてすごいなって想像してたりとか、どこから来てどこにも帰っていくのかな、あそこで経験した三途の川っていうところが死後帰るところ、体はあってヒュッと抜けただけだから死ぬってこと怖いことじゃないのかもしれないけどとか、あとは星を見るのが好きだったので、あの星とあの星のリーダーや神様は仲がいいのかなとか、なんか星座を楽しむというよりかは、なんかそこに住んでる人たちはどんな価値観で地球と同じ価値観で生きてるのかなとか、そういうのを知りたくて、あとはそういうこう宇宙を取りまとめているような大きな神様みたいな存在がいるんだったらいつか会いたいなとかっていうようなことを思っていました。そしたらですね、夏休み中だったと思うんですけど、近所の子どもたちと缶蹴りをして遊んでました。でこれが2つ目の出来事なんですが、缶蹴りをしてたら5階建ての建物の上に雲の間からいわゆる UFO がスッと出てきて、でみんなで十何人いたと思うんですけど「わあ UFO だすごい!」って言って、で私は兄弟となんかもう固まってしまったんですね、妹と弟ともうそれを見上げて固まってて、で他の子どもたちはカメラ撮らなきゃみたいな感じでずっとこう社宅に入っていって、私たち兄弟だけになったんですよね。でしばらく見ていて、なんか見られてるなーって観察されてるなって感じはして、でも怖くなくって、で何分ぐらいか経ったかわからないですけど、で子供たちが友達がみんな出てきたんですよね、社宅から。でもなんか、ね「カメラ間に合わなかったね」って言ったら「え何?」って覚えてないんですよ彼ら。さっきほらそこの上にさ雲の間から UFO 出てきてさって。で私と妹と弟は覚えてて、なんでみんな覚えてないんだろうねってもう不思議に私たちは思いながら、家に帰ってからこういう形だったよねって書いて、そうそうそうって、いう確認はしたことがあります。はい、でこの経験ってすごく鮮明だったし、やっぱり自分のリストの中に、知りたいことリストの中にすごい追加されたことだったんですよ。で毎日のように星を見てたので、あなたたちは地球にいる私たちをどう思ってるんですかとか、で心の中でなんか対話じゃないけど一人で言って、ああこんな風に思ってくれてるのかなってなんか感じるものでほっこりしたりとか、そんなことがあったっていうような、そういう幼少時だったんだっていう話を、実は33年ぐらい前なんですけど、幸福の科学に出会ってから、もうここはこの幸福の科学の仲間はもうそういう話がみんなできる人たちねって思って、でそれまでは友達とか、一緒に仕事をしてる人とかとそういう話が全然できなかったし、自分との認識とか感じてることと周りの人との違いで、自分は頭がおかしいんだなって 50% 以上自分を疑って成長していたっていうのが真実で、で私は古本屋さんによく行ってて、その古本屋さんのおじさんにおすすめされる本を読んでたんですね。でそのおじさんが「あ、こういうの関心ある、どう？」とかって言って、でシャンバラの本とかプラバツキの本とかも読んだ記憶があります。で古本屋さんなどで返しに行くと、またお金をくれて売るじゃないですか。売るとまたそれでプラスしてっていう感じで、手元には本がなかったんですけど、そういう感じで「あ、今度これあなたに用意しといたよ」とか言ってなんか勧められる、今そのおじさんに会えたらどんなに真理にいざなってくれてありがとうって伝えたいとか思うんですけど、でその方といろいろこう話もしていて、でまあ駅前にも本屋さんあるし、古本屋さんだけじゃなくって今どんな本が売れてんのかとか見に行こうってなんかふと思って行ったら、大川隆法コーナーってあったんですよね。すごい、何ベストセラーって書いてあると思って一冊手に取った本があります。で私がそのどうもその「あなたはすごく宗教的な人だよね」って古本屋さんのおじさんに言われてたので「あ、そうなの？」って宗教的ってなんだろうなみたいな、思っていて、で聖書を旧約聖書新約聖書を古本であったので、それを読んでた時だったんですね。でその書店に行った時に総裁先生の本が回ってこうワンコーナーあって、一番最初に手に取ったのはやっぱりその時に聖書を読んでたので、イエス・キリスト例示集だったんです。でもそこでもう立ち読みしちゃったんですよね。でもうボロボロ泣いて、ああ私の愛の大河は自分の都合で止めてるところ、せき止めてるところがあるなってすっごい反省が入って、なんか神様の愛をそのまま流せる自分になりたいから、もうこれ買って帰ってもう一回読もうって、でまた帰ってからもう一回読んだらまた泣いてっていうのが僕の科学との出会いです。はい、じゃあここからはフリートークです。記憶を消されたお友達とはその後その話はできずじまいなんですか？ UFO を一緒に見てて、見た記憶がない。メインブラックという映画があって。こうペンのようなので、今見たものは、記憶を消す。でそれは地球人類の精神状態を守るためじゃないですか。でも私たち兄弟は消されなかった。これがね、何なんだろうなと思ってはきましたが、でも国語科学に出会ったら普通のことなんですよね。みんな実は知りたいこと、怖いって思ってる人もいるかもしれないけど。でも大きなこう目で見たら、宇宙の中にいろんな人種がいて、で地球でも役割があって地球人になってて、でいろんな人がやってきて、ある意味留学みたいな感じで、まして私もそうなんじゃないかなと思ったんですよね。私も今地球人になってるけど、宇宙の他の星とかにいろいろと足場があって留学しに来て、学びに来てる、あるいはそういう創造主に魂を作っていただいたっていうのはもう学んでいましたから、この魂の成長のために作っていただいた仏に近づいていく修行をするために今地球で修行するっていうことがすっごく素晴らしいこととして、宇宙人の仲間も応援してくれてるんじゃないかなっていうのはすごく感じるようになりました。だからいつも応援ありがとうって言って感謝して、エルカンターレを信じてエルカンターレの教えが広がるのを応援してくださってる宇宙人の仲間とはいつでもコンタクトしたいですってで何かコンタクトされてるんですか？実際どんな感じでしょうご存知のように、やっぱりインスピレーションとかって思いだから、なんていう、思った周波数、年とかが、発信されてますよね。で、自分で発信している内容がちゃんと自分で責任を持ってコントロールできるかどうかっていうのも大事だし、人を害さないとかも含めて、それが自分の出ているエネルギーをまとって生きてると思うんですよね。そのまとっているエネルギーというか、想念空間とか想念の範囲、大きさとかも自分の責任だと思っているので、でそれがもっとピュアで美しく、大きな範囲を思いを馳せられるようになりたいって思って、仏法真理を学んでいる時に、私の志は丸投げはしないんですね、質問は。で、私の志はこういうのだけど、間違ってたらいつでも気づかせてくださいねっていうのは、まあ地球霊界のご縁のある霊人にもお願いしますけど、宇宙の魂にもそういう導きをお願いしたりっていう感じで発信はちょこちょこしています。肉温泉の、タミーちゃんには全3回で登場していただきます。まず1回目の、今回はこれで終了といたします。次回は先祖供養についてお話をお伺いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。はぎめのチャンネル登録よろしくお願いいたします。またこの動画をいいねと思っていただけましたら、高評価、シェアをよろしくお願いします。どうもありがとうございました。